1974年夏、音楽好きな18歳の少年が小田原の小さな喫茶店に集まって、みんなで音楽をやろうという話になった。少年たちは全員が中学の同級生、ギターを手にしたばかりの頃で、その不思議な魅力の虜になっていた。やがて一つのバンドが誕生した。オフロード、道なき道を行こうという、そんな思いを込めてバンド名をつけた。演奏する曲はオリジナルにこだわった。70年代半ばフォークソングは時代の中心になっていた時代である。オフロードがこだわったのは、自分の周りにある小さな世界を歌にすることだった。恋に憧れ、未来を夢見ていた時代、少しだけ背伸びをして、自分たちの言葉を使って青春の小さなシーンを切り取った歌を作っていた。一度だけ NHK のラジオに出演し、一度だけミュージカルのバックを務めた。そして一度だけ横浜のスタジオでレコーディングをした。みんなささやかな遥か彼方にあるいい思い出たちである。そして今2011年少年たちはみんな55歳のいい親父になった。人生の出口も見え隠れする、そんな世代である。メンバーが集まってそれぞれの楽器を手にすると、不思議だな、あの時代が戻ってくる。もう一度手にしてみた1970年のあの頃、それは旧友に再会したかのように、どこまでも懐かしく限りなく優しいぬくもりだった。